こんにちは、平井弘明です。今回の動画はですね、インパクトでクラブがですね戻ってくる戻ってこないっていう話なんですが、そもそも曲げないために特別なことをやってます。そのやってることを今回特別にですね公開していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。インパクトをゼロに戻せって散々僕言ってますけども、勝手に戻ってくると思ってるでしょ。戻ってこないんです。ですね、もう一回おさらいしますと、このアンドレスしたこの形にクラブがインパクトの時にこうやって戻ってきたら曲がりませんよって言ってると思うんですが、さっき徹君とちょっと話してまして、アドレスのところの構えにこうやって上げて戻してきたら勝手に戻ってくるって思ってる方がもしかしたらいるんじゃないかという話が出まして、それで、あ、じゃあここに戻すために何か特別なことをやってるかどうか。ちなみに僕はめちゃくちゃ特別なことやってます。特別なことしかしてないかもしれないです。なのでそれをやっていくんですけど、クラブをここに戻すためにこれでもかっていうぐらい手の力を使うんです。それはリストだったり腕全体だったり、めちゃくちゃとにかく腕の力を使うんです。じゃないとクラブの自重プラス腕の重さ遠心力全てに勝てないんですね、右手を使わないと。なので右の力を最大限に使って、もうちょっと最大限にっていうのも簡単すぎる言い方になっちゃうぐらい、もっとめちゃくちゃ使うんですよ。漢字で言うと布団叩きの音が 4,50 軒先の家まで聞こえるぐらいバチンって叩くんです。このクラブを持ってこうやって叩く、めちゃくちゃ強いですよ。なんで相当な力を使ってこうやってクラブを前に出していかないとインパクトはゼロに戻りません。とにかく強いです、めちゃくちゃ強い。よくこうやってクラブこうやって構えてお客さんにこうやって持ってもらったりして、どれぐらいの強さですかって押すんですけど、結構びっくりするぐらい強いんですよ。じゃないとさっきも言いましたけども、クラブの重さと遠心力に勝てない、勝てないと戻れないので、そのクラブの重さと遠心力に勝つために相当な力を使って振るんですが、ご本人が振るスピードにもよります。やっぱ飛ばしたい、それなりに振るクラブだって言ってスピードを上げて振るんだったら、振った分めちゃくちゃ強く使うんですよ。でアプローチとかパターって戻すんですけども、そんな振る力とスピードが少ないのである程度使い方は弱くなります。なのでそのスピードによって使う度合いを変えていった方がいいので、本当にその打つヤードですよね、それが決まってて打つ番手でどれぐらいのスピードで振るかももちろん打つ本人が理解してないと、どれぐらいの力で右手を使ってクラブを戻してきたらいいかっていうのがわからないので、それをうまく頭の中でジャッジして行動に移さないと全てがうまくいかないんです。ずっと動画ではインパクトの時にクラブをゼロに戻せ戻せって言って結構簡単に言ってますけど、それが簡単にできるんだったらレッスンなんて成立してないんですよ。みんなまっすぐ行くはずなんで。でも行かないんですよね。そう、プロでも行かないんですよ、なかなか。それをインパクトのところにうまくフェースを戻してっていうタイミングとその必要な強さがマッチしてないとまっすぐは飛ばないんです。それに一番大切なのってやっぱり数打つしかないんですよ。練習、やっぱり練習が一番ですよね。次に理論だったり形を覚える、その練習のためにですよね。なんでそれをやっていかないといけないので、とにかく相当な強さでクラブをインパクトに戻さないと戻ってきませんということなんです。それが僕がやってる特別なこと、めちゃくちゃ特別なんです。言ってることは特別じゃないかもしれないですけど、インパクトのクラブの合わせ方、まっすぐに戻すためのすごい特別なこととして、右腕を使ってクラブをインパクトで戻す、それがインパクトゼロってことですよね。インパクトをゼロに戻す、これをぜひ練習場で試してやっていただきたいと思います。最初は正しい使い方とか正しい動きって分かんないと思うんですよ。とにかく右手だけの力を使ってハーフスイングで思いっきり右手を使ってこうやって打ってみてください。今のもめちゃくちゃストレートのいい球なんですけど、
ああいう右手をうまく使ってタイミングを合わせてバンとクラブを打ちたい方向に向ける、こういう動作をどこの動きを使って普段やってるかっていうのが分かってないと、これもショットとしてうまく打てない動作なんです。普段は左手使ってるかもしれないし、もちろん普段から右手を使ってるかもしれないんですけど、とにかくどこの力、どこのパーツを使ってボールを打ってるかがはっきり自分で分かってないと、次にじゃあ右手使ってくださいって言った時に使えてるかどうかも分かってこないんですね。なので必ず打つんだったら何を使ってどこの筋力どこの強さを使って打ってる、大体でいいですよ。例えば右手の人差し指を引っ掛けてこうやって押してるとかでもいいんです、何でもいいんですけども、何か自分の動いてるパーツの明確なものが分かった方がいいので、それを意識してやる。もう本当に同じこと多分僕動画で結構言ってるんですよ。意識しろとかこういうニュアンスでとかいろんな同じ言葉使ってるんですけど、とにかく意識してる部分が少なすぎると何やってもショットってうまくいかないんですよ。何年経ってもゴルフがうまくならないので、ちゃんとボール打つことに対してもそうですけども、何を意識してボールへ伝えてるかどうかっていうのがもう一度はっきり明確に考えてですね、それを実行していただいた方がいいと思います。では今回ですね、そのインパクトを戻すために特別なことをやってきましたという内容の動画、伝わったでしょうかね。でも本当に力を使ってクラブを戻さないと戻ってこないっていうことだけ分かってください。では今回の動画以上になります。右手を戻す以外に何か他にもやってないんだ、本当にそれだけ。右手クラブを戻すために右手を使って手首も使うかもね。右腕の全体的な力、もう元々の右手の力も使ってこうやって戻すし、そのクラブがこうやって遅れてくるんだったら多少リストを使って最後こうやって一押しするっていう動作も絶対入れてるはず。でもそのリストの前にじゃあ降りてくる時にも右腕に力を入れてる、うん、めちゃくちゃ入れてる。ていうか上げる時も右だからずっと右に力が入ってる。そうだから下ろす時だけ右じゃなくて、もう上げる時もこうやってクラブを上げるからそう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 、これは左手で上げたら戻ってこなくなっちゃう。これめちゃくちゃ重要、ご自身がどれだけスイッチヒッターがうまいかどうか、要は左で上げて右で下ろす、そんなスイング中に器用なことができるかどうか、要はこうやって上げてこうやって下ろしてるのか、そう左で上げてそのまま左で下ろしてるのか、それは人それぞれなんだけど、でも俺ね、なんで左腕を進めないかっていうと、左って引く動作なんでね。で月1ゴルファー週1ゴルファーが左腕使ってこうやって引きつけて打つ技術は俺ないと思うの、申し訳ないけど、それぐらい左腕を使うって高度な技術。それだったらもうほんと右手使ってパーンと打った方が、あんな右手でね、あんな喋りながら片手で打ってあんだけ飛ぶわけよ。それだったら利き腕を使って、左が利き腕だったらいいけど、右打ちで右が利き腕だったら右手使ってこうやって打った方がよっぽど簡単なのよ。でも左でこうやってクロスしてあげて、で右でスイッチして打つのか、そのまま左で打つのか、いろいろ変えて打つっていうのはそんな何秒の世界で意識を変えられるかどうか。なるほど、うん、そういう練習を普段から意識を持ってやってるかどうかっていうのもめちゃくちゃ大事。ずっと右手なの。そう、右で引き出し開けて、その引き出しを右でこうやって閉じてあげる、そんな感じ。そうだからアプローチもそうなの、こうやって構えてこうやってあげてこうやって下ろしてる、こうやってあげてこうやって下ろす、もうこんな簡単な話ないのよ。めっちゃくちゃアプローチ寄るからやってみてください。これめちゃくちゃいいのよ。引き出し引いて締めるだけ。そうだから左は何にもしてないの、もうグリップして収めたらもうお収めください。そのまんま何もしないで、もうここだけ右で上げて右で下ろしてあげる。ゴリン、そう、あいいね、こうやってあげてこう、あその通り、そんな感じ。本当に左手使わない、左手使わない、だからもうこうですよ、ね、そうだからご自身に合ったそのイメージの仕方で、そう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 、ね、そうボーリングが合う人はボーリング意識、そう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 、ただ左は難しいと思います。本当にこうやってやってこうやってやるっていうのは、ね、
うん、難しい。もう本当に右でこうやってこうポンって打った方がよっぽど優しいと。だからもちろんクラブを使える得意な腕でいいんだけど、それをやっぱ意識して使う。で左だったらちゃんと戻すために相当なこの手首、この手首に力を入れてこの手首に力を入れて、もうだから奥歯噛み締めてこうやってやる感じだよね。もうここにこっちのに。でも右だったらポンってちゃんと戻ってきやすい。でも左手ってこう迎えに行かないとこうやって戻ってこないから、それだけ頑張って戻せてれば全然左でもいい。ただ本当右でも左でも相当な力を要する。みんなが思ってる以上に、ああ、思いっきり力入れて戻ってるからね。3、4倍かな。みんな思ってる。多分。それぐらいやばい力が入る。わかりますね。それが伝わるように。そう、ぜひ。ちょっとトライしてみてください、練習場で。で今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。